ちんぽこ出してみろ、悔しかったな。ちんぽこ出してみろ、また開け、また開け。この人って口だけなんだよ。唐揚げなんかないよ、もう。ここは鳥の店だけど、唐揚げはねえんだよ。Selvatico, salato, che in qualche modo ricorda un prosciutto crudo molto più morbido. È fantastica, ma questo non è家がねえぜ代表だから最近。もう嫁さんの名前を昔の彼女と間違えて、ごめんってずっと謝ってる。マサ、おかわりくれる？目標目的か。姉ちゃん、嫌いなそういう言葉。逆にな。何が好きなんですか？僕は夢なんです。いや、目標とは目的ゴールだね。これはできる。やんなきゃいけないし、俺やってきたから今まで。横文字はね、君わかんない。ちょっとおっぱい見せて。見せません。じゃあ俺のおっぱいを。じゃあ、よっちゃんのおっぱいを。どこへ行ってもこんなことばっかり考えてんだよね。気が大きくなった時でもないと、実際こんなこと恥ずかしくって耐えやしない。そう、気が小さい。でも大体どこへ行っても同じ話の繰り返しでしょ。
てもよろしくお願いします。ハッピーバースデーおめでとうございます。お前飲み干してどうですか、ぶっちゃけ。贅沢でしたね。ベストでしたよ、ベストでした。さよなら。おかげではかどったよ。ファラフェルの試作品だよ。箱に入ってると日本っぽいと思っちゃうもんね。3本ください。インに仕立て上げたのです。わざわざ追加わからず。ちょっとまあいいんじゃない、それからやってみれば。全身バッチリだね。ちょっと取らないの、そこ。俺には無駄のない、もったいないほどいい女。次どうなるの。ああ、これでカップ蓋つけてくれんの、うん、へえ。これ何、これで開くの。へえ、テクノロジーの無駄遣いだね。そして静かに心は離れ